皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて、今度の日曜日5月の9日母の日ですね。母の日といえばカーネーションというわけで、今回はこちらをご紹介したいと思います。どうでしょうか。折り紙でね作ったカーネーションです。折り紙3枚だけでね、こんな立体的なねカーネーション、しかもラッピング付きでね、簡単に作れます。今日はこの作り方をご紹介したいと思いますのでね、ぜひ母の日のプレゼントに皆さんも作ってみてください。ではご紹介します。どうぞ。はい、では作ってみたいと思います。用意するものです。折り紙を3枚用意してください。今回は一般的な 15cm×15cm の折り紙を用意しました。で、3枚用意してもらうんですけども、そのうちの2枚はこういったね、これが花になる部分ですね。今回は赤、そして葉っぱになる部分、緑の折り紙をね用意しました。カーネーションなのでね、まあピンクでもいいと思います。で、もう1枚はですね、包み紙になる部分です。なので、柄物の折り紙の方がね、可愛いかもしれませんね。ちょうど今、うちにはこんなリラックマのね、折り紙があったので、これを今日は使いたいと思います。で、折り紙以外で使う道具は、はい、セロハンテープと、はい、ハサミだけです。では、作ってみましょう。はい、では、葉っぱの部分を作りたいと思います。葉っぱにしたいね、色の紙を用意してください。今回は緑を使います。では裏返して、はい、ではね、一番最初は手前をほんのちょっとだけですね、ほんのちょっとだけ折り目をつけてください。ほんのちょっとでいいと思います。細ければ細いほどいいかもしれません。はい、こんな感じ。そしたら今作ったところに沿ってこうやって折り重ねていってください。こんな感じで、はい。で、何回か折ったらしっかり今度は折り目をつけないで、まあ柔らかい感じでふわっとちょっと丸くなるような感じを意識して、くるくるこうやってね筒になるように巻いてってください。ぴったりまっすぐっていうのを意識しなくても大丈夫だと思いますよ。はい、こんな感じでかな。よいしょ。はい。そしたら、何箇所かね、テープで固定したいと思います。じゃあまずは端の部分からだね。はい。そしたらこの部分もかな。真ん中あたりも、はい。そしたらちょっとね折り目がついてる部分がね真ん中に入っているので、そこをねちょっとね潰すような感じで、はい、形を整えていただいて、丸みがね出るような感じにしてください。はい、これで葉っぱの完成です。はい、では次は花を作りたいと思います。はい、ではまずは花びらの部分から作ってみましょう。花になる部分の折り紙を用意してください。今回は赤を使いたいと思います。ではまずはこの折り紙を半分に切ってください。なので、まあ適当に切るよりはね、やっぱり綺麗に折った方がいいかと思いますので、私の場合はこんな風に折って、こんな風に折ってですね、まあ、ここを普通にハサミでピーって切ってもいいんですけど、私は何しろ目がちょっと不自由なものですから、この筋がちょっと見にくいので、私はねいつもこういうものを切るときはですね、こうやって爪で筋を作ってですね、念のためもう一回よく折って、で、はい、でここをうまくいくかな。 OK、 よいしょ。はい、はい、半分に切りました。はい、このように半分にしたら、
一つはよく入れてくださいね。で、これをね、今度は表を上にしていただいて半分に、今度は切るのではなくて折ります。はいはい、折りました。そしたらですね、折り目の部分を手前に、でこの開く部分を奥に持っていただいて、ハサミの登場です。ハサミでこんな感じでちょきちょきと切ってください。ただし、全部切るのではなくて先っぽは少し残してください。これがね、花びらの部分に最終的になります。でここはあの何センチとか何ミリとか特にないんですけど、なるべく細かく切った方が花びらがね綺麗になると思います。私もねこう今カメラ越しでね切っているんで、ちょっとうまく切れないかもしれませんが、ちょっとあの幅がねちょっと不均等なのはご容赦ください、はい、指を切らないようにね気をつけてくださいね。はい、はい、もう一回かな。はい、切りました。はい、そうしたらですね、今切ったのをこれをねそーっと開いてください。でそーっと開いたら、今度は表面が出るように折りたたんでください。ただここはあのしっかり折りたたむのではなくて、まあ、ふわっと柔らかい感じで折ってくださいね。ここであの花びらの立体感を出したいと思うので、はい、優しくね、はい、こんな感じでいいでしょうかね。そしたら、両端と中央の部分をねセロテープで固定したいと思います。こんな風に、真ん中の部分もかな。はい、できました。そしたらさっき切ったもう一枚もですね同じように作ってください。はい、こんな感じで花の部分が完成です。では次は、さっき作った葉っぱにこの花を巻きつけていきたいと思います。はい、では今度は葉っぱに花を、巻きつける作業です。葉っぱの部分にですね花をつけます。で、ですねセロハンテープでこんなような形に貼っていただいて、ちょっと茎の部分が花と被るような感じにしてテープで留めて、ここからねこうやってくるくるくるっとなるべく同じ位置でね巻いてください。はいはい、 OK かな。はい、で最後まで来たらこの部分をテープで固定します。はい、こんな感じです。そしたら、もう一枚もね同じようにやっていきましょう。はい、ちょっと下側のあたりがいいかな、この辺かな。で同じようにくるくるくるっと巻いていきます。
最後まで来たので、またテープで固定しましょう。はい、貼れました。そしたらですね、ここの境目の部分をね、もう一回ぐらいね、テープで一周くるっと巻きましょうかね。補強しましょう。はい、どうでしょう。これでね、花びら完成です。はい、では最後はですね、ここに、ラッピングをしたいと思います。はい、今度はですね、花の周りにつけるラッピングの作り方です。何かね、柄物の折り紙を使うと可愛いかもしれませんね。今回は以前ダイソーで買ったこちら、リラックマのね、折り紙を使いたいと思います。では作ります。裏を表にしてください。で、三角に折るんですが、ここがちょっとポイントで、まあ、三角に折るっていうとこうやってぴったり折りたくなっちゃうと思うんですけど、これをですね、あえてちょっとずらしてください。ちょっとずらして折ってください。失敗ではありませんよ。はい、こんな感じです。そしたらですね、両端を持って、まあ、こんなくるっと巻いてください。で、くるっと巻いて、まあ、この位置でとりあえず花をね、一回刺してみましょう。で、花びらとこの筒のね、まあ、バランスを見て、うん、こんな感じでいいかなと、だいたいね、検討できると思いますのでね、このぐらいでいいかな。で、決まったら一回花を出して、今決めた位置、このあたりかな。はい、ここをね、テープで止めます。よいしょ。はい、で、内側の部分もね、念のため止めておきましょうかね。はい、内側だから、もう一回ぐらいちょっと止めておきます。こうだったら、ね、うん、あ、止まりました。はい、で、もうこれで、あとはさっき作ったこのカーネーションの花を刺して、はい、とどうでしょうか。はい、カーネーションの完成です。はい、いかがでしょうかね。とても可愛らしいですよね。はい、間もなくね、母の日がやってきますのでね、まあ、もちろん本物のカーネーションの方が綺麗かもしれませんけどもね、こんなね、可愛らしい、あの手作りのカーネーションもね、とてもね、心がこもっていて、いいプレゼントになると思います。ぜひ皆さんもね、折り紙でカーネーション挑戦してみてくださいね。ありがとうございました。バイバーイ。